国光という名前をもらったというのはですね、その先代が亡くなって、でその国光という名前がちょうど浮いたというか、はい、それで偶然ですね。でだもうお前が名乗れということで、で国光を私が名乗ることになったんですけど、いやそれはもう重いです。はい、あのよし引きずこうっていうのは今でもあんまり思ってないんですけどね。はい、重たいまんまです。必ず仕事をすると火傷をするんですよ。必ずこれ 100% 火傷です。で火の粉が飛んできて手の上に乗ってもこれを払えないんですよ。払ったら止めてしまうことになるので、でもうそのまま乗ったまま仕事をそのまま続けていくという、暑さそういった焼き物に耐えて、やっぱそういうのはちょっと苦しいのは苦しいですよね。ああっていう思いが、はあ、この包丁を使ってよく切れるっていうことはよく言っていただきます。もう今までずっと違う包丁を使ってたんだけど、この使ったら全然違うもんねっていうようなことはよく言っていただきます。その辺ではちょっと嬉しいですね。やっぱり切れ味本位でうちは昔からやってますので、切れ味自体はもうよそには負けたくないなという、そういったものはありますね。はい、手入れですね。毎回使われた後にきれいに洗って乾いた布できちんと湿気を取っ、それだけのことなんですけど、そこのところを毎回きれいにしていただくと包丁も長く持つし、切れ味もそんなに落ちないし、で、まあ、そういったふうに使っていただければなとは思います。刀に関しては心を静めさせて、毎回見るときは手入れをしますので、手入れをした後にこうして姿なり地金なり刃文なりを見て、とにかく可愛がってもらえる方、好きで好きでそういうふうに見ていただける方、そういった方が一番、はい、望ましいというか、はい、そういうふうにやってほしいですね。どこの刀匠さんも今一番苦しいと、売れないのでもう仕事がしたくともできないという、違う仕事をやったりとか、アルバイトをしながら、やるとか、そういったところも結構あると思いますので、はあ、残るような刀ですよね。未来に残るような、で普通こう同じようなものなので、その中で残っていくような刀ができればなっては思いますね。日本人の魂と言われるぐらいのものなので、まあ、お守りにもなるんです、はあ、家を守っていくお守り刀っていうのがありますので、人間そのものがその精神的にですね、こう強くなれば、はあ、その時にうちの、ね、父が仕事しよって、たまたま後ろ姿がかっこよかったで、 それでもうその時にすぐなりたいと思う。お父さんがおられたら多分賞もされてないと思う。仕事を、ね、一緒になって、ね、考えてもくれるし、一人でしてたら全然、まあ、下手するとやめてるかもしれない愛刀家が増えてくれればなっていう気はするけど、知れないでもいいからちょっとでも興味持ってほしいなっていう。なかなかね、刀を目にする機会がないから、見る機会を増やしていけたらなっていう。展示会とかできれば、まあ、今は九州の若手で会話作ってるけど、なかなか会場も決まんないし、仕事もせんと食っていけないし、で仕事したところで食っていけるかって言われたら食ってもいけないし、あら、まあ一つはそうやって、ね、刀、自分の作品を露出していかないと新しいお客さんもつかないだろうし、まあ愛刀家というのも増えていかないかなっていう気はする。まあ一つの作品を作り上げて、それを気に入ってくれるお客さんであれば、まあ、誰でもいいってわけじゃないけど、まあ、その作品を愛してくれて、まあ、包丁自体も愛してくれれば、まあ、何より、ね、嬉しいこともないし、それをやっぱ手荒に扱ってもらったら、刀も包丁も
ぱかわいそうだなって思うから、大事に使ってくれて愛してくれる人がいいかなと思いますね。なかなかやめるしね。やめたいって思っても結局好きやんけんから、なかなかね。